満州国皇帝陛下には、この度安東地方巡視の御機会をもって我が朝鮮平安北道の地に魚鱗5月5日王緑港水泡発電所にならせられ、決戦下千万工業の原動力たる水力発電の実況をつぶさにご視察あらせられました。日満一帯の地切り、いよいよ仇を凍るの時、皇帝陛下この度の魚鱗は人しお意に深きものがあるのであります。この光栄に輝く水泡ダムはその功を起こしておりすでに6年、従業延べ人員3000万、総工費は実に2億4000万円に及ぶと言われています。貯水池は琵琶湖の約半分、霞ヶ浦の2倍にあたる水を満々とたたえ、王緑港の流れをせき止めて立つその異様が、本年完成の暁は敵米国が誇るボルダーダムもその容量においてはるかに及ばず、近代科学の戦いにおいても堂々敵国を圧死して世界に冠たる技術日本の貫禄を示すにけだし十分なものがあるでありましょう。東条首相兼直将は祈祷の軍情およびいよいよ建設的段階に入った軍政状況を視察し、合わせてバルガス行政長官ら祈祷要人と閣議なき懇談を遂げるため5月5日マニラを訪問しました。首相はフィリピンの清掃で出迎えたバルガス長官以下と固き握手を交わしました。今回首相のマニラ訪問は南方占領地初の訪問として未曾有の総挙というべく、先の中国および満州国の訪問とともに大東亜戦争の必勝体制の強化に寄与するところ多大なものがあります。翌5月6日この日あたかもポリヒドール陥落1周年にあたり、首相はルネタ公園に開催された皇軍感謝民衆大会に臨席しました。バルガス長官は1800万の祈祷民衆を代表して感謝の辞を述ぶ、続いて首相は親しく30万回収を前に熱烈たる激励の演説を行いました。道民衆奮起の時期は今やまさに到来をしたのであります。今日直後は誤る米国主義を速やかに一掃して民族交流の宣言である豪健新種の寄付を得たい、大東亜民族の真の姿に立ち返られんとしておるのであります。三世河南の小京太閤山脈に盤踞する蒋介石系第24集団軍撃滅の大包囲作戦は4月20日その第一次包囲網を完成。我が現地軍は空陸愛好をし四方より一斉に進発、8万2000の敵兵に殲滅的打撃を与えた。三世特有のガガタル瞬間、
道なき道を切り開き、皇軍は敗敵を追って鉄の包囲をいよいよ縮める。に残存する唯一の重慶軍殲滅戦は見事に成功。新編第五軍長孫伝英以下7600に上る捕虜の増加は重慶抗戦力の低下を如実に示すものであります。我が航空撃滅戦の外火、次々に上がる南太平洋戦線。4月14日、我が海足はニューギニア島ミルン湾及びラビオ九州、敵輸送船11隻を撃沈、敵機50機以上を撃墜破。今や敵米英の反攻の拠点は我が無敵荒鷲部隊の制圧下にあり、表には剣敵視察の決意あふれ、報道をとってチョーク南海の空をつく。南下に逃げ惑う敵輸送船団。